皆さんこんばんは、石川美代です。石川美代のやってみよう。今日は何をするんですか？今日はですね、螺旋岩に挑戦してもらいたいと思います。今まで螺旋岩やったことないですよね？はい、さっきから何言ってるんですかね、ちょっと。いや、ちゃんと資料も用意してるんで。ほう、資料。はい、それじゃあ早速やってみよう。そもそも螺旋岩って何ですか？前巻までのあらすじで分かんねえよ。登場人物ナルトしか分かんないけど、あれ登場人物が分からん。シャリンガン出てきた。一応やってもらうのは螺旋岩です。螺旋岩、シャリンガンと、そう、螺旋岩、螺旋岩。シャリンガンじゃない、螺旋岩。全然螺旋岩出てこない。はい、ということでなんとなく理解してもらえましたかね？全然理解してないです。まあ、とりあえずチャクラを寝るところからやってみましょうか。チャクラ。え？じゃあこの水風船で修行してみましょうか。何言ってるんですか、本当に。水風船。どうですか、なんとなくできそうですか？いや、全く。何言ってるんですか、本当に。とりあえずやってみましょう。マジで頭おかしいですね。どうするん、え？じゃあ、あとは頑張ってください。え？何これ？これいつまでやればいい？はい、では螺旋岩をお願いします。いや、本当にやるんですか？はい、お願いします。本当にやるんですか？
本当にやります。え、できると思ってます？できます。本当にできると思ってるんですか？できますよ。え、じゃあなんか構えてなんかやろうとしてる風な。どうですか？出そうですか？いや、全く、全く、はい、出るわけないです。じゃあ、今回は、ボツですかね。あ、できた。